終わり。あれは。ザラキケンパチ隊長だ。ケンパチ。なんだかちまちまやってるみてえじゃねえか、イチゴ。どんな登場の仕方だ。急いで駆けつけたんだよ。で、ではちゃんと残しておいてあるんだろうな。こんな生蔵でてめえ程度に構ってる時間は。あれが持ち主以外の死神に切られた。貴様らも覚えておくがよい。言ってくれるじゃない。次、武闘派の死神を束ねる11番隊隊長だ。あの霊圧はそやで不細工すぎる。どういう意味だい。自分の美学に沿って生きたいだけな。しかし居場所が悪かった。ザラキケンパチやマダラメイク、自らの技をさらけ出さないこと。何が言いたい。他人の目を恐れて僕のような自分の力を信じる者に勝てることはない。つくづくよく喋る。そろそろ終わりにしようか。それじゃあ、ね、我が主。ザラキケンパチか。ワビスケが一撃で始末されるのもうなずける。今までどこに隠れておったのだ。隠れてただ。はーい、ルコンガイの外れに出たホローを退治に行きました。途中で思いっきり道に迷って。余計なこと言ってんじゃねえ。なんだこの緊張感のなさ。お前は降りてろ。うん。こん中で一番強えの。ここは俺に任せておけ。挽回。残白刀ごときが。何よこのレアツ。何度見てもすげえ。ワンポヤ。レアツに耐えきれぬ。始まったようだね。やはりあの男は異常だな。あとわずかだ。願わくば美しく散ってくれ。決めたよ。ああそうさ。それって遅すぎだよ。決めたってのはそういうことじゃない。君を倒すってこと。隊長や一角の目を気にしていた節は違うよ。ルリー六尺の解放を見られるくらいなら死んだ方がマシさ。花が咲くのも早くなり、着火砲。相当な霊圧を解放したが、ケイの体にも負担がある。腹から雑魚など相手にしちゃいねえ。あくまでも僕は五帝十三隊最強の戦闘部隊。てめえと立ち会うためなら意地を張って喧嘩を続けるのさ。笑えよ。どうする。俺から切りかかるか。ケイと立ち会っている暇などない。から切らせてもらうぜ。楽しもうぜ。死ね。あんまりがっかりさせんねえ。見破れねえと思ったか。私が捕らえられると思ったか。Kは私を捕らえることはできん。さすがだ。なぜここまでして。てめえは本気を出さねえと思ってな。ちれ。すげえじゃねえか。これ以上私に構うか。今の調子で来いよ。死ね。逃げることにしか使えねえみてえだな。死ね。すげえじゃねえか。隊長。兄様。ここは倒産。決が転生。
これ以上私に構うな。俺の命を切るってか。ならば致し方あるまい。兄様。待て、ルキア。なんだあれは。ベアクヤ。お前。で口利きの野郎に逃げられちまった。私の残白糖だよ。倒し置きは私の役目なんだからね。